よろしくお願いいたします。事業方針説明というタイトルでございますが、いくつかの要点がございます。まず、弊社今3拠点でございます。堺市におきましてはマックセンターと呼んでおりますが、2000年頃に私どもがマニュファクチャリング、アクセサリーズ&コンポーネンツということで、部品事業からちょっとユニットアセンブリーなんかを含めた事業所を作りました。で、泉工場、ここが今電子材料資材周辺事業のリバイバルに向けた拠点となっております。そして日本ノズル、神戸西区にございます。創業80年から事業を引き継ぎました。社名事業雇用を守るという約束で事業を引き継ぎ16年が経過しております。で、私ども中村長工は1954年、岐阜であります中村茂によって創業されました。私が入社したのも この場所でありました。で、1970年に中村長工鉄鋼所技術から非常にチャレンジャーでありました、中村茂は。それで超高合金ということで高付加価値のものづくりにチャレンジをしました。しかしながら64歳で急性をいたしまして、その後私がここにおりますが、32歳の時に事業を引き継ぐことになりました。で、私どもが最初にやりましたのは、ちょっと見えにくいかもしれませんが、ダイヤモンド。岐阜が鉄鋼所から超高合金、非常に大きな材料のギャップです。我々は、それよりギャップは小さいかもしれませんが、超高からダイヤモンドというふうに材料の幅を広げました。で、幸運な出来事がそれから6年後にありました。電子部品がチップ化をするというタイミングで、電子部品吸着ノズル、これをダイヤモンドで作るということのチャンスをいただきまして、当時年商3億円の事業が7年ほどで30億に成長するという非常にラッキーな出来事がございました。で、それでマックセンターを建てたわけですが、ここが実は産学連携の拠点ということになりました。2000年以降、これは私が50歳を迎えてからですが、産学連携で新規事業、新規技術を開発するということをすべて方針として取り組んでまいっております。そしてダイヤモンドワイヤーを当時大阪大学、大阪府立大学、それと国のサポート、サポイン事業、これを受けまして、私どもはこの事業をちょうどリーマンショックの直後にこの事業を立ち上げないと我々がもう事業として会社として継続できないという時にこの事業が立ち上がることになりました。その過程、2010年から2015年の間には産業革新機構から12億5000万円の出資を受けるということもありました。産業革新機構は基本的にはマイノリティ投資は行いませんが、ほとんど企業価値ゼロに等しい債務超過ギリギリのところで 25% で12億5000万円の出資を受ける。ただし上場することが私どものコミットでありました。で、幸い2015年に上場することができました。以降我々は産学連携というものを継続的にやってまいりました。2012年におきましては、これはフロー合成という技術ですが、我々が微細加工ができる。で、化学反応をバッチ反応から流れの中で行うフロー合成にということを、ちょうど当時大阪府立大学にマイクロリアクターシステム研究所がありました。そこへ飛び込んで産学連携でこういうフロー合成装置を作りました。有機合成を効率化するもので、これが後にいろいろストーリーがつながってまいります。そして2016年には東京大学の今もずっとお世話になってますが、脇原教授、その当時は横浜国立大学の准教授であられましたが、
ゼオライトの国の権威であります。この方がナノサイズゼオライトを革新的な手法で安価に作ろうということで一緒に研究開発を行いました。国の JST のステップ A ステップ、これのステージ3の採択を受けて2年前に成功認定も受けております。まあ、その他のこと多々ございますが、これは事業の中でご説明を申し上げます。で、今の事業は4つの構造、申し上げました特殊精密機事業と化学専用防止ノズル事業、これが既存収益2事業であります。そして電子材料最終辺事業、ダイヤモンドワイヤー PV 用のダイヤモンドワイヤーコモディティ化しました。ここを日本メイドインジャパンで中国で大規模に展開をするということのストーリーで上場いたしました。まあ、それは実現をし世界ナンバーワンシェアも取りましたが、メイドインジャパンで中国でということを、まあ、それともうコモディティ化する中で価格競争に巻き込まれてはいけないということで撤退をして、今リバイバルの最中であります。そしてマテリアルサイエンス、さっき申し上げたナノサイズゼオライトを新規事業化するということで、機関投資家様はここの伸びしろということが一番の注目点であろうというふうに認識をしております。特殊精密機事業、これは中村彫工の創業であります。もともと地域にベアリングのものづくりが集積した堺市でしたので、そういったところにあらゆる超高高度素材を精密に加工できるということで部品の機能提案をしてまいりました。でこれが今工作機械メーカーさん、ベアリングメーカーさん、いろんな商社様のお手助けもあってここを展開をして拡大中でございます。でさっき申し上げました電子部品が微細化をする、チップ化をするということで、今は0201というところまで含めたこういうノズルができるという、多分日本世界でオンリーワンの企業だと思います。そういった中で、持続的に、しかもこの半導体の領域にもこの加工技術が今生きようとしているところであります。で日本ノズルは日本で初めて化学繊維のこういうふうに糸を紡ぐためのノズルを国産化した会社であります。機械式時計の修理職人であった日本ノズル創業者が初めてこういうノズルを国産で作り始めました。そして、事業継承を受けてから不織布のノズル、不織布製造装置、これが実はコロナ禍が非常に追い風を受けました。マスクを作るためのこの装置を1台3億円以上するものですが、非常に国内外に供給をするチャンスに恵まれました。売上は30億円を2年連続続けるというふうに非常に追い風を受けて、中村彫工の構造改革の本当に、まあ、足元を支えていただいたということになります。で電子材料スライス周辺事業、今私どもは2つの事業、半導体向けダイヤモンドワイヤー、PV はもうダイヤモンドワイヤー私どもは作りません。2025年からシリコン半導体がダイヤモンドワイヤーで切られるようになります。でそこで非常に緻密にダイヤが分散をしたダイヤモンドワイヤーが作れますし、 SiC のような超高軟作性の材料も切ることができるということで、この半導体、シリコン半導体、化合物半導体向けのダイヤモンドワイヤー、この販売事業と、これは PV ゾーンです。 PV ゾーンはもう製品は作らない、ただしグローバルサプライチェーンが変わるので、ここの装置を販売をしていこうという展開を目指しております。でつい最近の私どもの分散技術の開発、これは私どもがケミカルの技術を日本国内で巧みに連携をして作り上げたものが分散剤。これが今まで、例えばこれは SiC を切るためのワイヤーってこういうふうに大きな粒を
つけないといけないんですが、世界のメーカー共通の悩み事が業種でありました。その業種が少ないダイヤモンドワイヤーを実現をする分散材を開発をしました。これは日本国内、中国を含めて我々のオンリーワン技術であります。これは巧みに活用してまいります。そして PHX01 という、これは PV ゾーン向けのダイヤモンドワイヤー製造装置ですが、世界一のパフォーマンスであります。我々が産学連携始めた時に、これのスループット、生産速度は毎分2メートルのダイヤモンドワイヤーを作れるところから、今は100メートル、毎分100メートルの生産ができます。で、中国メーカーは一方で40メートルが限界だということになっておりますので、その差があります。あとは特殊なカメラを使ってのフィードバック技術、それとこういう分散材を使ってということで、この装置を脱チャイナの PV ゾーンとシリコン半導体ゾーンに販売をしていこうと考えております。で、マテリアルサイエンス、ナノサイズゼオライト、ゼオライトはマイクロサイズのものは闘争、ユニオン昭和、さまざまな大手企業が、石油精製触媒とか非常に有利なビジネスを展開されておりますが、我々は全く新しい市場向けのものを開発をしております。普通は3から5ミクロン、目でも見えるサイズですが、もう目で見えない50から100ナノメートル、1ナノメートルは1ミクロンの1000分の1です。で、1ナノメートルの10分の1になるとオングストロームになりますが、もうそういう分子の世界に近づいて、このサイズの特徴は、例えばフィルムの中に入れてとか、こういう透明フィルムもそうなんですが、この中に入っても透明な状態が維持できます。で、これを低コストで作るという技術をパテントを取りまして、ですから世界でオンリーワンの材料であります。で、このゼオールの展開先は半導体の風刺材、それと塗料接着剤、こういった中で、長寿命化、そういったことを実現をいたします。あと透明フィルムでいうと薬包材、それと触包材、透明フィルムで、透明かつ湿気を吸うとかガスを吸うとか、そういう特殊な性能を持ちます。そしてコスメケアの部分では、ゼオライトは水を吸うと あったかくなるという発熱反応を出しますので、それを使った用途展開であります。もうすでに4年以上の歳月をかけて、さまざまなエンドユーザーと向き合っているところであります。成長戦略についてご説明をいたします。私ども今2023年3月期直近の状況はこういう状況で、既存事業、既存収益事業が着実に伸びていくというふうに考えておりますし、その予兆も判断の根拠もしっかりとございます。あとは新規事業、ここがまずはマテリアルサイエンスでナノサイズゼオライト、これが伸びてまいります。そして電子材料最終編事業は、国内ナンバーワンシェアを取るということは、我々のライバルは東証一部上場企業で、確固たるところにおられるんですが、半導体用シリコンのワイヤー、および化合物 SiC ガリウムナイトライド、そういったところのワイヤー、地下ケースも含みます。そういったところのワイヤーを販売をしながら、数年後には同じ規模になるということで、今の売上高の数年後、私の希望の中では5年以内に同規模にまで持っていって、今の売上規模を倍増したいと、そのための今の9人の役員体制であるということでございまして、その時に役員が増えるということは基本ありません。とはいえ、今期の業績予想は決して好ましいものではありません。売上高は36億円、営業利益は1億円にとどまります。経常利益も5000万円。ただし、
国の補助金11億8000万円を受けますので、当期純利益は膨れ上がることになります。特選付き事業の戦略です。我々の創業で、堺市で展開をしております。この事業につきましては、商社様のお助けをいただいて新規の顧客開拓、毎年毎年顧客様が増えていっております。で、アイテムの受注、我々がお客様を深掘りできる成長もしておりますし、大手メーカー様から OEM の案件、だんだん大手のものづくり、従来で言えばライバルであった大手企業様がものづくりを委託したいというお話がちょっと増えてきておりまして、この OEM も、まあ、今は受託していっておりまして、ただ今期は9億円にまだとどまりますが、伸びしろは非常に大きいというふうに感じております。で、化学繊維を防止ノズル事業、神戸の日本ノズル事業でありますが、大型部品加工、後でお見せしますが、新しい設備がもう設置完了しまして、今稼働を開始するところであります。それと、風力発電用ブレード、これは中国が国策として、風力発電の装置ユニットを本当に大量に作って、でそこのちょうど羽に使われる弁、それ用の材料は従来はガラス繊維でありましたが、これを炭素繊維化するということで、どん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 受注が今増えておりまして、もう数年先まで受注が満杯の状況に今なっております。それと脱チャイナということで、アメリカ、ヨーロッパ、トルコ、インド、ここに対して新規の顧客展開を図っていくということで、ただ大型の装置、メルトブロン装置といいますが、マスク需要が一段落していますので、今期は21億円と見込んでおりますが、コロナ前は12億7500万円でしたので、まあ、それから見るとコロナがまあ、亡くなった、風が止んだ後でも21億円ということで、底上げがされたということで理解をしております。で、これが、この度、竣工いたしました新工場。で、ここに、従来の事務所等があったものはこちらに移設をいたしました。で、ここに入っている設備が、超大型の五面加工機、それと平面検索板、それと CNC、三次元の測定器、それと、実はレーザー加工機も入っております。で、これだけ大型設備、しかも大手企業の傘下にないという自由度をいかに利益極大化するかということに関しては、十分な伸びしろがあるというふうに感じております。今は多分目先で一番仕事として多く期待できるところは、多分リチウムイオンバッテリーのセパレーター用のフィルム台ということが、まあ一番容易に想像できるところですが、その先も含めて非常に大きなポテンシャルを得たというふうに感じております。で、我々のダイヤモンドワイヤー技術は実は非常に進みました。一度クラッシュして、我々がその後処理等をしている間にも、技術は進展をいたしました、国内の大手顧客への販売、今徐々に立ち上がっていっております、それと再線化、例えば SIC のインゴットを、切る線をちょっと細くしただけでもトレ枚数が増えて、ものすごく付加価値が上昇します。それとタングステンを使った祖先というのを、中国では一部普及しているんですが、日本では全くありませんので、海外の祖先材料メーカーとも連携をしながら、中期目標は国内ナンバーワンシェアを取る。で、まあ、我々が目指すお相手が、まあ、十数億円の今販売高ですので、我々がそのシェアを取りに行く。我々はまだ1億円に満たないようなダイヤモンドワイヤーの販売から今スタートしておりますので、伸びしろは非常に大きいと思います。それとダイヤモンドワイヤー製造装置は今進化してきております。生産速度が
2021年、この装置の開発当初は40メートル毎分の線速でした。それが2022年60メーターになりました。で、現時点においては100メーターが可能となっております。中国メーカーはここで止まったままで、多分原理的に40メーターを超えられないところにあろうかというふうに思います。それと、これはコスト、ダイヤモンドワイヤーの装置としての強みは生産コストです。で、ダイヤモンドワイヤーの直接材料はピアノ線、もしくはタングステン線。で、これはいかんともしがたい。ただし、そこに入れるダイヤモンドのパウダーの量が、我々は非常に少なくても線ができる。多分中国製でダイヤモンドパウダーを入れる量の半分から3分の1ぐらいであるというふうに、まあ、我々すでに中国に納入しましたが、そこでの評価も受けております。我々のダイヤモンドワイヤーおよびダイヤモンドワイヤー製造装置の伸びしろを示すグローバルサプライチェーンの変化ですが、例えば PV においてはもうチャイナ、中国が世界の 80% 以上の太陽光発電システムを作っていると。で、これを今インドが一番そこに対する問題意識が多く、中国から輸入しているウェハーを国内生産化するというモディ政権の方針が出まして、今年から3カ年の間にそれを実現するための取り組みに補助金が2600億円トータル用意をされております。そういう中で我々のダイヤモンドワイヤーはそのウェハーを作るために必須ですので、中国からワイヤーを買うよりもインドで作った方が非常に競争力もあるし、生産コストも非常に最適だということをアピールして、今インドに非常に強いラブコールを送っております。それと半導体においては今台湾で半導体用のウェハーが作られたり、中国も作っておりますが、アメリカ、ヨーロッパは自国内で半導体ウェハーも作ろうという動きが急速に高まっておりまして、そこが我々のワイヤーの販売および装置の販売というところに非常につながる可能性が強くなってきております。で、売上の見通しは前期に対して 3.4 倍、5億9000万円、これで黒字化を図ろうということで、黒字化が図れた時点で一応構造改革はできて、これからどう売上を伸ばしていくのかということで、この電子材料スライド周辺事業は考えております。それとナノサイズゾアライトでありますが、非常に我々も期待したよりもお客様が慎重であるということが結論でありまして、何故かというと、我々は従来 B2B のビジネスでありました。我々は例えば部品なり製品をユーザー様に納めますが、ユーザー様そのものを B2B、 そこで完結をしておりましたが、例えば自動車用の接着剤にこのナノサイズゼオライトが入ろうとしております。しかし、その接着剤メーカー様は今度は自動車会社のティア1に評価を受けないといけないということで、 B2B2B ということの我々素材として初めて経験する事業モデルでありまして、時間はかかっておりますが、じゃあそれぞれ進捗はどうなんだということで、量産までの進捗はどうだと、いつ頃スタートするんだと、で、量的な期待値はどうだと、課題は解決しているのか、その用途はナノサイズゼオライトに合っているのか、コストでの評価はどうだということに関して、一番ポテンシャルが高いのがこの吸湿性を展開をする接着剤、風刺剤、これは半導体風刺剤も含めて、あとは薬の薬包剤、塗料、最近ではペロブスカイト太陽電池、そして有機 EL、 これは非常に湿気に弱いということが大きな特徴です。ここが最も量的な期待が高く、用途の適応性も高いと、量産進捗もあと一歩まで来ておりまして、これが上市されるということは一番コンパクト、インパクトが高いというふうに思っております。で、次にガス吸着も用途適合性は非常に高いと。で、
量産の進捗もそれなりに来ておりますが、じゃあ量的期待値はということで申し上げますと、この吸湿は非常に1キログラムあたりウェイトパーセントでたくさん、必要とします、ゼオライトを。ということでこれは主役になります。しかしガス吸着等はどちらかというと脇役になるということで、量的期待値はまだ比較的小さい、まあ、されど進捗も用途の適合性も高いと、課題も解決してきたというふうに考えております。で、温管に関しても、まあ、我々がなすべきことは基本終わりました。で、コスメとかスキンケア、こういったところで温管を着実に出るという商品としての提案をするという B2B までは終わりました。だからそこから次は今度は B2B もしくは B2C になります。で、そこの結果が出ればこれも主役です。温感を、まあ、発揮するということで言うとゼオライトが主役になりますので、量的期待は高いということで進捗も一定のところまで来ております。あと抗菌に関しましては、まあ、コロナ禍が、まあ、それとコロナというところでいろんな技術が生まれましたので、まあ、量的期待、まあ、量産進捗に関しても本当にちょっとニッチマーケットを今模索しているという状況ではあります。ということで各用途別の進捗、まあ、3つの分野においては量産進捗4段階まで来ているとこういう状況でございます。で、最近のトレンドでありますが、実は世界でオンリーワンでありまして、オンリーワンだけにお客様から本当にたくさん最初はお問い合わせあったんですが、かなりミスマッチであったことが多くございまして、まあ、そこに時間労力を費やしましたが、だんだん我々も発信を的確にできるようになってまいりまして、フィット率、ジャストフィットする案件のお問い合わせが多くございまして、で、そういったところでの可能性は強く感じております。まあ、されど、今期は本当に来年度からの2025年というキーワードが結構いろいろ出てまいります。車においても2025年モデルで、大手メーカーではビヨンド2025という、まあ、そういうことでのプロジェクトであったりとか、様々2025年ペロブスカイト太陽電池もそうです。2025年というキーワードが様々ございますので、今期はそこに対する様々な試験研究に出荷をしていくということで、1000万円程度の出荷を見込んでおるところであります。で、新たな取り組みを最後にご説明を申し上げます。一つが、窒素循環というのが国の一つの、まあ、キーワードであります。実はゼオライトの技術をいろいろ探求をしております中で、東京大学と私どもが、まあ、一つ気づきを得た世の中の窒素循環で、これにもみ殻というものを使えないかと。稲作は日本のみならずいろんなところで稲作がされております。実はこのもみ殻というものは東京大学の研究テーマとすると、ケイ素を 20% 含んでいるということが特徴でありました。で、このもみ殻は昔は野焼きができました。しかし今は野焼きができない、野焼きをすると多くの CO2 を排出するということで、野焼き自身ができなく産業廃棄物として処理をするというのが非常に多い。で、この、もみ殻の新たな用途として燻炭化処理、これは300度から400度ぐらいの熱処理をして決して燃やさないと。で、そこに、我々の独特の技術でアルミのシリケート化ということを実現させます、この粉自身に。で、まあ、これが我々が持つ一つの新たなテクノロジーです。で、それによって、じゃあ稲作でできたもみ殻、これを回収をして、燃やさずに小さいエネルギーでこういうゼオライトのような吸着機能を持たせたアルミのシリケート、まあ、燻炭
アルミノシリケートと呼んでますが、それが酪農とか、まあ豚や牛、こういう中、もしくは人間生活でもそうなんですが、アンモニアを発生するゾーンがあります。そこでこのアルミノシリケートをこういったところでアンモニアを吸着させるということを行います。で、行うとこの粉自身が今度は肥料になります。この肥料としてまた稲作に戻す。そうすると化学肥料を使わずに窒素循環ができるということで、これを一つ提案として考えております。じゃあ、それぞれの課題で言うと、稲作は、まあ、焼却、廃棄しないといけない、CO2 発生すると。で、これを、CO2 の発生を低減できるということ。そして、畜産業における糞尿処理は、NOX が発生します。で、これを、アンモニアを吸着するということで、排出を低減をする。で、肥料で言うと、海外製の化学肥料に依存しているものを、まあ、こういう自然由来のもので一部を賄うと。で、こういったことを私どもと堺市の農政部、実は堺には南の地域に720頭の乳牛がある酪農団地があります。で、ここが協力をしてくれます。そして大阪公立大学と東京大学、この我々コンソーシアムを作り上げまして、実は大阪府に対する補助金の申請を行っております。結果が出ましたらまた IR をさせていただきます。それともう一つが不老合成技術であります。これは私どもが2012年に開発を開始して、ずっと技術を温存をしながらチャンスを待ってきた技術であります。で、PIP というものを不老合成で作るということに取り組んでおります。PIP というのはピロールイミダゾールポリアミド、アミド結合した材料でありまして、ペプチド合成ができ、タンパク質の合成ができないといけないということで、実は我々のこの不老合成装置は有機合成反応装置でありまして、で、これが様々な分野で使えるということは従来も分かっておりました。以前、私どもは東京大学発ベンチャーのペプチドリームからお声掛けをいただいて、医薬のものづくりを従来のゾーンにない高分子、低分子、その間の中分子創薬というものを作るということで、我々は不老合成でペプチドを合成するということで、出資も2億円の出資もしてそこに参画をしました。しかしながら我々の経営危機において、そこからは我々撤退をせざるを得なかったという中で、この技術が温存されておりました。そこに千葉大学からこの PIP を、開発をしたいのでということでお声掛けをいただいて、約1年間お見合い期間があって、昨年の秋から今年の3月まで共同研究を行いました。で、これは PIP というものを不老合成を使って安価に作るということが目的でございます。で、じゃあこれは何なんだというと、実は特定のこの構造は非常に長い鎖のような構造で P と I と P が並んで、P と I が並んでおるんですが、特定の DNA に貼り付けることができます。で、じゃあその貼り付ける剤にがんの治療薬をくっつけます。そうすると特定の部位にのみがんの治療薬の効能が発揮される、すなわち副作用のないがん治療薬ができるということを目的とした材料でありますが、非常に高価であるということで、動物実験を行うにも10億円かかると。なんとかこの PIP を安価にできないかということで、千葉大学の薬科学研究室の根本先生と共同研究を行いまして、実はその成果が出来上がりました。実は PIP というのは非常に長い鎖を作らないといけませんが、そのための構造体をこの不老合成で作るということに成功いたしました。
で、この、これが部品であります。この部品を組み合わせて、また、こういう長いくさびのような構造を作ると、がんの治療薬のドラッグデリバリーのようなものが出来上がります。しかし、この機能は、ともかく特定の DNA に標的にして貼り付くと、こういうことでありまして、まずは今、薬を、この PIP というものは、薬そのものではありません。薬の働きをより効果的にするためのタンパク質であります。そのタンパク質を不老合成できるということの確認が完了したということで、次のステージでありますが、これは実はそれを使ってがんの治療を研究をしている研究者と出会うということでありまして、実はこれももうすでに出会いがありましたので、これも的確な時期に IR をさせていただきたいと、こういうふうに思っております。これは多分まあ5年後ぐらいを見込んだまあ事業になろうかと思いますが、非常に我々にとっては魅力的な取り組みテーマと感じております。ということで、先ほどのもみ殻燻炭アルミノシリケートは、これは比較的短時間で技術は確認できると思います。ただ、どのように事業展開するかということに関しては、うまくパテントを取得して、フランチャイズビジネスとしてグローバルに展開をするためのパートナーを今、求めているところでありまして、新興国、特に農業と酪農が同居している、しかも稲作などが非常に効果的だということで、窒素循環に対するシステム展開は、これはフランチャイジー型。そしてこれは多分どっかから製薬メーカー等とのコラボが始まっていくというふうに感じているところでございます。今年の戦略、近未来の戦略、5年以内に倍以上の売り上げに持っていきたいと。で、その後は、100億円を早く、できるだけ早く実現をしたいと。で、プライム市場ということも強く意識をして、事業の成長ということに取り組んでまいりたいと、こういうふうに考えている次第であります。私からの説明は以上でございます。それではここで、ご質問をお受けしたいと思います。